から定例の知事記者会見を始めさせていただきます。最初に知事から話題提供させていただきます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。知事さんからいただきました。今日の定例会議ではですね、改めて雪害に対する雪管対策の徹底をお知りいたしました。昨年攻撃で、突然来て、様々な被害が出ましたので、改めて、体制と点検し、攻撃に備えていきたいと思います。また、今朝届いた情報によりますと、国において先般お願いしておりました災害対策に対して、台風21号による災害の激甚災害の指定が閣議決定されたため、情報をいただきました。私どもの要望にも応える形で、災害復旧を特別措置として、特例として応援をしていただけることと思いました。大変心強くありがたいところと思います。関係いただいた方々に感謝すると同時に、この災害復旧を迅速に進めてまいりたいと思います。それでは、本日、私どもから用意をしております案件は1件でございます。お手元に資料もあると思いますし、前にパワーポイントスライドを用意させていただきました。犯罪被害者集団と県における犯罪被害者支援施策についてご紹介させていただきます。まず犯罪被害者集団についてでございます。平成17年12月に閣議決定されました犯罪被害者等基本計画におきまして、毎年犯罪被害者等基本法の成立日でございます。12月1日以前の1週間、11月25日から12月1日までを犯罪被害者週間と定め、集中的な啓発活動が全国で実施されているということでございます。このスライドはですね、警察庁が犯罪被害者等に関する支援の大切さなどを分かりやすく表現した標語を募集されて、計6257点の応募作品の中から今年度の標語として温かさ、伝わる言葉、あなたからに徹底し作成されたとしたということでございます。なお本件ではですね、この週間の時期に合わせまして、先週17日金曜日に犯罪被害者のご遺族、支援関係団体の方々をお招きいたしまして、警察庁と共催で滋賀県犯罪被害者等支援を考える集いを開催させていただき、約80人の方々にご参加いただきました。被害に遭われた方々への支援の必要性について理解を深めていただいたところでございます。この週間期間中、この記載の通りですね、啓発活動を予定しております。大型旅館で、また JR 西日本様にもご協力をいただいて、犯罪被害者集団の周知、犯罪被害者の方々に対するご理解、ご配慮の重要性について呼びかけていただきたいと思います。写真は昨年と活動している様子でございます。また、この県庁の本館1階、県民様と呼びました。11月22日、明日から11月30日まで、万が一被害に遭われた場合に、安心して、なんか出てました。大丈夫です。ごめんなさい。11月22日から11月30日まで、万が一被害に遭われた場合にも安心して相談できる滋賀県犯罪被害者総合窓口でありますとか、性暴力被害者総合ケアワンストップ琵琶湖、通称サドコなどを周知するパネル展を開催いたします。県と警察ではですね、滋賀県公安委員会から犯罪被害者と早期援助団体の指定を受けた県内唯一の民間支援団体でございます。認定 NPO 法人近江犯罪被害者支援センターに相談窓口業務を委託しております。相談窓口にはですね、社会福祉士の資格を持った犯罪被害者等支援コーディネーターを配置いたしまして、犯罪被害者からの
相談内容に応じた適切な支援を関係機関と連携しながら途切れなく実施しております。また近江犯罪被害者支援センターではですね、例えば被害者のご命日にお手紙を出していただくといった細かい心の等も行われ、民間ならではの支援も実施していただいているということでございます。なお、#8103、#HEARTさんは、警察の担当者に対して、番組でございます。こうして県民一人一人ができる支援といたしましてはですね、支援団体への直接的な寄付はもとより、写真のような支援のための自動販売機、これは1本あたり一定の金額が支援団体に寄付される仕組みということでございます。ピアザを各警察署にも支援自動販売機が設置されているということでございます。ぜひ見かけられたらご利用いただきたい、ご協力いただきたいと思います。またスライドにございますホンデリングにつきましては、不要となりました本や DVD を寄贈いただきますと、その買取金が寄付される仕組みとなっておりまして、12月15日までは買取金額が 10% アップということでございますので、メディア記者の皆様などは大量のご本をお持ちいただいておりますので、また多くの県民の皆様方にもご協力いただければと思います。なお、この本音品はですね、スライドにも紹介しておりますように、学校でも取り組んでいただけるということでございまして、この実際の長浜北高校、石山高校、倉姫高校のほか、大津市の青山小学校、青山中学校でも取り組まれると伺っております。また、担当課が県職員にも協力を呼びかけておりまして、現在200冊以上の本や CD などが集まっているということでございます。性暴力の被害に遭われた方をワンストップで総合的に支援するセンター、性暴力被害者総合ケアワンストップ疑惑、通称サトを滋賀県産が婦人科議会認定 NPO 法人近江犯罪被害者支援センター、滋賀県警察、滋賀県の4社が連携し運営をしております。内閣府の調査ではですね、性暴力被害者の多くは警察、医療機関などへの相談を躊躇されるケースが多いということでございますが、専門の女性看護師が24時間ホットラインで対応していただいておりますので、躊躇することなく安心してご相談いただければと存じます。昨年5月に実施いたしました県政モニターアンケートではですね、佐渡区の認知度が 6.9% ということでございまして、安心して、相談できる、相談することができる佐渡区をさらに周知するためのシールを作成し、大学、大型旅行館、JR などにご協力いただきながら広く周知をしてもらいたいと思います。今県ではですね、犯罪の被害に遭われた方々を支援するための条例を検討中でありまして、県議会においてもご議論いただいております。早ければ、来たる12月に県民政策コメントを実施する予定でございますので、ぜひホームページをご覧いただき周知していただければと存じます。犯罪の被害に遭われた方々への理解はまだまだ低い状況でございまして、社会から孤立してしまわれることも少なくありません。犯罪被害者等を県民挙げて、もちろん犯罪が起こらない社会を作ると同時にですね、不幸にして万が一犯罪に遭われた被害者の方々の支援政策を理解促進とともに進めていきたいと思いますので、ぜひメディアの皆様方のご協力を賜っていただければと思います。ここは取り合わせありがとうございますので、参加いただきましたら取り合わせいただければと思います。ご質問がありましたら、もしくは。それではただいまから11時10分まで質問をお受けさせていただきます。最初に幹事社さんからよろしくお願いいたします。幹事社の京都新聞の平中です。今知事がおっしゃられたの条例についてお伺いしたいんですけれども、はい、知事はこの条例の必要性についてどのようにお考えなのかで、条例で、法とは違う何か独自色といいますか、何か独自色というか、県としての、ならではの取り組みと
いんでしょうかね。もしそういうのあれば、まず上映の必要性についてでございますが、おかげさまでいろんな方の努力によって刑法犯の認知件数は昨年9573件ということで、大きく減少をしています。ちなみに平成24年が11,139件であったことに比べますと大きく減らすことができています。これは皆様方の力でご自身のおかげさまです。一方で相談件数はですね、その平成24年には954件であったところが昨年は1471件ということでございまして、こういう被害に遭われた方々、そのことをいろいろと傷つかれている方々、相談したい方々が多いでしょうか、こういう状況になります。したがって今回のこの犯罪被害者等の支援条例については体制を強化すること、途切れない支援であるとか、関係者の連携であるとか、ワンストップ支援であるとか、また私も意見交換して、そういう面もあるかなと改めて思いましたのは、支援にも従事する方が例えば性犯罪に狙われた方の話を聞いていると二次的な被害を受けられてしまうという、こういうことがありますので、そういったものを防止、その他のサポート、こういったことをやろうということでありますし、そういうことをしていくためにより県民理解の促進を図っていく、まあ、大きくこの2つの狙いになるかと思います。滋賀の場合は通称サポートを早くから設置いただいておりますし、もちろん性犯罪だけではなくて、犯罪被害者をなくす取り組み、また再び犯罪を犯さない裁判防止の取り組みなども行っておりますので、そういったものとの連携といいますか、施策を充実させていきたいと考えています。まあ、取り立てて滋賀 の特徴、滋賀の条例のポイントということは、まあ、今申し上げたことで、他との違いというものを比較したということはないんですが、以上のことを大事にしていきたいと思います。県立京都さん、いかがでしょうか。はい、習慣についてですけども、佐渡湖の認知度は 6.9% ということですけども、含めてですね、県民への行動計画というのは独自にお考えになっていらっしゃるんですか。この会見でこうしてご紹介することも啓発の一つですし、お手元にチラシが来るかと思いますが、こういったチラシをですね、関係各所で配布させていただくということもそうですし、県庁のさらに向けるパネル展もこういう広報啓発の一環だと考えています。単に習慣を設定して、ということだけではない取り組み、まだまだ相談できてないお困りになっていらっしゃる方が潜在的にいらっしゃるという、こういう問題意識のもと、こういうツールを使って広報啓発に努めてまいりたいと思いますので、ぜひメディアの皆様方にも力をいただければ幸いです。それでは皆様方からご質問をお受けいたします。挙手をお願いいたします。新聞鈴木さん。新聞鈴木です。先週の首長会議の方で、はい、森山市長からですね、はい、ブラックバスをはじめとする、外来魚釣りのお客さんに、入魚料を取ったらどうかというような提案があったと思いました。で、知事は確かコメント要請 経緯なども踏まえられてお話をされたと思うんですけど、ちょっと改めてご見解をいただきたいと思います。すいません。これは、11月14日の第10回の首長会議で、バス釣りたくさん来場される負担してもらう仕組みというものを検討したといった趣旨のお話だったと記憶しています。
私も以前から何かご協力いただく仕組みが作れない。ご協力と言いますのは、まあ、今もすでに Twitter 海外をボックスに入れてくださいリリースせずにということをお願いしてますが、こういったことに加えて、例えばルアーとちぎれたものも、まあ、できるだけ回収して持ってないとかですね、なかなか難しい面もあるんですが、また周りの荷物を捨てない、もしくはゴミを拾って返すとか、などなど、そういったことをお願いできないかなというのは、いつも考えています。で、そういったことが単に協力を呼びかけてお願いするだけではなくて、行って、護岸をきれいにしたり、いわばのさまざまな対策を講じていく費用として、一定の予算と必要ですが、それらを、これは通用する方だけではないんですが、例えば、管理の方々にどう求めればいいだろうか、いわば護岸でバーベキューする方々に何かお力添えいただくようなことはできないだろうかということを常に考えています。ちょうど予約の活用というものを検討する協議会等もできましたので、そういう議論をぜひ行っていったらどうだろうかということを考えているところでございます。折しも過去、そういった税を検討されたということもあるようですし、今年度は海外事例などの調査をしていますので、そういう調査結果を受けて、どういうことができるのかということを広く検討してまいりたいと思います。その他いかがでしょうか。白浜地の石川さん。白浜市の石川ですが、2点伺います。一つは組長会議でもそうでしたが、先の自民党この政策協議の中でも、その大動画ダムのですね、必要性というか、声もありましたけども、まあ、知事はダムだけでなくて、全体的にどう考えるかというような、従来通り非常に慎重な、お答えをされているんですが、改めてその昨年2月にですね、近畿地方整備局が、大東亜ダムについて、治水対策としてはダム案が最も有利ということをですね、示してから、まあ、すでに1年と9ヶ月が過ぎるんですが、今後そのこれについて の, その答えをまだ県は出しておられるのかなという感じはまだ残っているんですが、改めてこの昨年2月の県地方整備局の判断に対して県は知事はどう対応されるのかを伺いたいという点と、それから2点目はもうすでに、忘れられた存在かもしれませんが、北陸新幹線の前原ルートですね。で、これでまあこの12月の5日ですか、小池連合等によるその北陸新幹線、設置促進決議大会というのは開かれるようですけども、まあ、併合財団さんなりいろんな課題も残されていると思うんですが、改めて県としてこの決起大会にどういうふうに、かかっていかれるのかですね、この2点を伺いたいです。はい、まず2点目におっしゃる北陸新幹線については、早期に整備する、早期に思いますということだと思います。そのためには必要な整備材料も確保すること、また着工条件を整えていくことだと思います。まあ、私どもとしては北陸新幹線敦賀支線にいわゆる並行在来線というのが存在しないというのが私たちの考えで、ありますし、もしそういったものを検討されている、設定されるというお考えがある方がいらっしゃるとすれば、そういったことにはしっかり判断をしていきたいと思います。いずれにいたしましても、ルートが決まりましたので、そういったものを早期につないでいくということだと思いますし、
滋賀県としては今申し上げたように県内にこのゴールドに関わる堤防在来線はないということで、県内の線路をしっかりと JR の経営において維持活性化していただく、一緒にしていくということと合わせて、従来から主張しておりますように前原を結節点とした例えば中近畿北陸との高速交通網をしっかりと確保していくということが大切だと思いますので、特に敦賀につながってくる2022年というものも展望して、その先敦賀市で整備されているというのは敦賀まで来る2022年というものが展望し、例えば特急大変なものがありますとか、乗り換え連絡の補助でありますとか、そういったことを積極的に宮地業者に働きかけていきたいし、要望もしていきたいと思います。1点目にいただいた大徳川ダムについては、国においては検証結果が示されました。ダム案が最も有利ということでございます。本件で加えて実施時期は検討するということでございますので、本件としては、関連いたします淀川流域の中下流部改修状況の進捗の確認ですね、こういったものを県としても確認をしなければいけませんし、国、また管理県ともそういう認識を共有していくということではないかと思います。まあ、ダムというものが持つ治水効果、洪水調節機能、こういったものは私も認めておりますし、この大徳川ダムが大徳川流域にも効果を持つ施設であるということはその通りだと思いますので、ただ一方でこういった基幹費用のかかる洪水調節施設をどう作っていくのかということについては、その県内だけにとどまらない仕組みだとか議論というものが必要ですので、よく国とも、また関係でも議論していた。滋賀としては従来から申し上げております、ダムだけに